ょっと目が見えないですね。なのでコンタクトをつきます。やべえ、おう、やばい、マジ暑い今日、どうしよう。冷房入れてる。いや、そのレベルで暑い。全然なんか昨日との気温差がすごすぎて難しくない？昨日昼でも寒かったやん。昨日やっけ？いや、昨日の昼は知らんな、寝てたので。一昨日とか朝から寒かったもん。コンタクト入れれました。昨日も超寒かった記憶ある。からパックしてみるか。明日は公園です。お昼ご飯何も食べてない。今日がちょっとウェーブ巻きにハマったのでウェーブ巻きしたいと思います。今日も昼休み、お疲れ。あ、今日平日なんや。あ、てかハッピーハロウィンらしいです。まあみんなにはまだやけど。うん、確かに昨日もさ、なんか栄にポリスみたいな格好した JK がいっぱいいました。なんか若いなーって、さすがに思いました。わー、綺麗。さすがに今日か、でも今日か仮装して街で歩いたことないですよ。よくいるじゃないですか、道頓堀とか。お化けありがとうございます。最終日カジケン行きましょう。歩いてそう？一回も行ったことないです。
今日もウェブ巻きに挑戦。なんかでも一時期ハマっててんな、2年前ぐらい。もう最近全然やらなくなったから。あ、横に行っちゃった。わあ、むず。風船、なんか昨日はうまくいったのにさ、今日はさ、なんか波乱の予感。やめよっかな、やめよっかな。できなさそうな予感する。これはやめといた方がいいのかな。確かに今日の服装的にもなんかウェーブではない気がする。悔しい。もう一回こっちで挑戦しよう。束が少なかったかな。見切りつけるの早い。ちょっとでも無理だなと思ったらすぐやめちゃう。難しいので。なんでやろう。確かにこっちだけ成功しちゃったらどうしよう。せっかちなんかな、ちょっと。ああ全然あかんわ。アイロンが。あの日の髪型好き、わかる。あれ、いけてんな。もうこれ時間かかる。めっちゃ時間無駄なことしてるけど。どうしよう。いや絶対今日ウェーブちゃうわ。やめよう。アホすぎる。時間ないっていうのにさ。巻き直します。まあ京香がよくやる巻き方をしたいと思います。さすがに今日はウェーブじゃなかったわ、服装的にもね。まあいっか。でもね、これ巻いてさ、なんか上手にやってきてると思ったのにさ、アイロン外した瞬間にさ全然巻けてない時とかあったりするから、マジで悲しくなる、そういう時。熱っ今
ばい、パックそろそろ取らないとカピカピになる。うわ、最初からこうしてればな。こんにちは。マジ暑い。絶対負けてないやん。昨日の髪型可愛いよな。なんか昨日はめっちゃうまくいったんですけど、今日は無理でした。でもウェーブはなんか可愛らしい服装の方が似合う気がした。昨日全然可愛らしい服装じゃなかったな。大人っぽかった。お腹空いたな。きょうちゃんです。ほっぺのパックがカピカピになりすぎ、なんかなりそうになってる。そろそろ取らないと。いやでも意外とうまくいけてる意外といい感じやったかも。どっちの方が良かったんやろ。まあまあまあ、後悔をするなよ。自分の選択後悔するなよ。ミスったのかも。いつもより可愛いことはないでしょ。メイクしてないのに。だるまありがとう。綺麗に負けてたらいいな。頼むマジで。お、15分経った。終わります。ちょっと今日は時間がないので、15分で終わります。じゃあこっちの髪の毛負けたら終わるの？昼寝の目覚まし、お、お疲れ様。今日は髪の毛を巻き巻きしています。324日。もうすぐやな。365日まで。24だったあと65、あと1ヶ月ちょいとか、あと2ヶ月ぐらい。早
と2束です。お腹空いた。おばけありがとう。12月11日、もうすぐだ。365日経ったら結構すごいよな。なんでそんな毎日できたんだろう。ちょっとよくわかんないんですけど。なくなった。良き1年が始まりました。おめでとう。今年もよろしく。てかハロウィン生まれなんや。なんか最近マジで誕生日の人多い。めでたいですね。11月、あ、10月か。お菓子ありがとう。うん、お仕事戻る。頑張ってね。ということでランキング読んでいきたいと思います。13位ゴリラコーヒー、12位ピオリン、11位ウジ、10位レイ、9位お仕事中、8位カーシオ、7位京子、6位マキアート、5位トシさん、4位カツボン、3位アンドハロー、2位リニア、1位ミキでした。ありがとうございました。は？全然負けてないやん。はい、全然できてないということで終わりたいと思います。今日のスクショは1ミリたりとも載せないでください。さようなら。